ステラアドラー、ステラアドラーはアメリカの女優。数十年の間、アメリカで最も重要な演技指導者と考えられていた。1936年、弟のルーサー・アドラーと、アドラーはロシア系ユダヤ人のアメリカ人の俳優一家の一員として、母、サラアドラーと、父ジェイコブ・ピー・アドラーの子としてニューヨークに生まれた。兄に、ジェイ・アドラー。弟に、ルーサー・アドラー。 ハンアニにチャールズ・アドラー、イボイモートにセリア・アドラーがいる。彼女はスタニスラフスキーに演技法を指導された唯一のアメリカ人だった。彼女はグループシアターの重要なメンバーだったが、スタニスラフスキーシステムの指導法をめぐるリ・ストラスバーグと意見の相違はグループシアター解散の一員になった。アドラーとストラスバーグとの根本的な違いは俳優の感情の引き出し方にあった。 ストラスバーグは常に感情の記憶、すなわち互感を使って俳優個人の過去の記憶を引き出す方法の強力な提唱者であった。一方アドラーは俳優が文章から学び、想像した状況を信じることができれば脚本にある感情が自然に表面化すると考えた。1926年から1952年にかけてアドラーは 定期的にブロードウェイの舞台に立った。映画の出演は影なき男の影などの3本と少ない。彼女は3度結婚した。最初の夫はホーレスエリアシェフであり、彼女のただ一人の子供、エレンを設けた。二人目の夫はグループシアターの設立者の一人で舞台演出家、批評家のハロルド・クラーマン。三人目の夫は1973年に亡くなった小説家、 物理学者のミッチャル・エウィルソンだった。1992年、ロサンゼルスにいた彼女は心不全で亡くなった。91歳だった。遺体は、ニューヨーク州グレンデールのマウント・カーメル・セメタリーに埋葬された。アドラーの設立した、ステラ・アードラー・スタジオ・オブ・アクティングは、今でも、ニューヨークとロサンゼルスで運営されている。俳優の想像力を根底とする彼女の演技法は、 亡くなるまでスタジオの名誉会長を務めたマーロン・ブランドの他にもロバート・デ・ニーロ、マーティン・シーン、ロイ・シャイダー、ヴィンセント・ドノフリオ、マーク・ラファーロ、ベニチオ・デルトロなどが学んだ。ありがとうございます。